3月11日になりました。え、こっちのお兄ちゃんどこから？うん、同じ三重県から。三重県、うん、どれぐらいいるのここ？何ヶ月？ここ2週間ちょっと。2週間、それで地元戻る？地元戻る。危ない、放射能危ない。全然危なくない。だってあんな3日間でなんかなるわけない。これプラスでしょ、もっと近い。プラスプラス赤だったでしょ。プラス赤。ちょっと石川さん、あれエンジンかける？エンジン吹かしてくれる？すいません、本当にごめんなさいね。僕のせいでなんかあのエンジンがうるさいから、エンジンを消してけど光があれのためライト欲しい。そう、それありがとう。寝てたのに。ここから先行っちゃいけない、立ち入り禁止の南相馬町。あの家は地震とか津波で被害ないんだけど、今人が避難してて誰も住んでない、そういう感じかな。なんか寂しいね。これ神戸でしょ。これが東日本。向こうから。この壁薄くない？薄いでしょ。けどちゃんとパネルで組んで、これだってペアだよ、ペアガラスだよ、うん、だから暖かい。あ、ペアガラスで断熱性能がいいから。で多分これもともと工場で断熱材と壁材をパックサンドイッチにしたやつをって組み立ててるから、あったかい、うん、で気にするのも高い。もう、部屋アパートのサイズ、これね 2LDK って日本で言うとマンションとかいうだったら 2LDK、 これ2部屋でしょ。はい、 2L じゃないでしょ。あ、2DK だ。ダイニングがあって、ダイニングじゃないな、これキッチンだ。 2K か。 2K 果物と、目玉焼きと、あとパン。 OK。 この辺野菜は自分たちで作ってたんだけど食べれないかな、それが残念かな。美味しかったんだよ、トマト。栃木だね。うん、トマトもね、トマトもいっぱい作ってたんだよ、美味しいトマト。特にあのトモコ様たち、あ、旅館やってたから。うん。大したもの今は作らないよ。ね。料理も2人分だけど。料理も2人分。電子レンジでチン。
花。豚さん、おだかも豚飼ってたから豚肉とかあったんだけどね。おだかの豚さんは散歩してるよ多分。警戒区域で持ってこれないから。いっぱい作ってたけどね、いちごも、ね、パンもあったんだけどね。いただきます。いただきます。一年ね、経ったね。ね、一年経った。でもね、こうやって食べれるからいいね。そうね。長いのか短いのかわかんないかな。うん？長かったのか短かったか。この一年は長かったか短かったか。わかんない。わかんない。記憶がね、あの頃ね、昨日もほら話して。飛んでるんだよ、結構。記憶がない。記憶がない。記憶がない。ない。どうだったのか。それは地方の老人の言葉じゃない。でもみんな言うよ。あの時はね、つって。南相馬ってグループで避難してない。みんなバラバラだからね。各自みんなで避難してくださいって言われ方したからみんなバラバラに避難してるから。うん、他の方は町でバスが迎えに来たり、あ、本当？そういうっていうのは、オーガナイズな感じでみんな避難してっていうのは、地震、日本の地震の対し、多分被害があるだろうっていう前提のエリアが10キロは事前にマニュアル作ったり計画やったり、そのなんとか協定結んで何かあったら頼むよってそういう体制があったじゃん。20キロ圏のこう南相馬市、原町、小高、そんなもんないから、何にも準備がないからバタバタして空逃げろっつって逃げてったからみんなバランバラ。だって私たちのとこ長田の駅前、小高の駅前って15キロだから、やっぱりもう即みんな何も持たずに出ていった人いっぱいいる。逆に残ってる人もいたしね。そしてやっぱり内部被爆しちゃったね、結構ね。一応ここは12月に借りたのかな。で、荷物全部運んだのが2月の1日。何回か見る人は来たよね。うん、来たり来たりしてね。あ、13,000。13,000だな。うわ、急に避難しなきゃいけなくて。そう。それで全国ちらっと。そう、散らばっちゃった。1年の1年経ってね、あの日が何だったんだろうってだよね。止まっちゃってるから帰れないで止まってる。うん、そうなんだよね。うちがね、あのちょっと先にあるんだよ。ほんのちょっと先に行けばみんなうちがあるんだけど、それで一時帰宅って言ってほら持ち出していいよっていうものを何回か持ち出してくるんだけど、家に行くたびにあーってなるの。あのまんまのあれで状態で、音もしないし車も通らないし鳥も鳴いてないでしょう。そこの中に行くと、これは何って思うんだよね。今は何も不自由してなくて、こうやってね、朝おはようって言ってご飯食べれるんだけど、どっちが現実だ、なんかどっちがどちらの生活が本当だったんだろうか。何にも何食べても美味しくないし、味がない。何にも食べても美味しくないの。どこに行っても楽しくない。本当は温泉とかに名古屋でから行ってるんだけど、なんかあれだね、楽しくないよね、やっぱし。区切りがつかないね。うん、区切り中途半端だね。
あれだって中途半端だよね。結局考え方っていうか頭の中に仮住まいっていうか、うん、仮の家だからね。家だから、やっぱりそれは結局自分の家じゃないんだよ。ま、被害を、これ被害って言ったらなんか津波で流されたら怒られちゃうよ、うん、家も物もあるんだけど元に戻らないおかしいよね。なんか川房のお米美味しかったよ。食べればそれを思い出すこんなの食べると、ああそこで大根食べたいなって、食べれないのもっていうのが。ローラはフランスは、フランスはやっぱりあれ田舎だとそうでしょ。フランスもまあね、そういう田舎から来てる、うん、あの野菜だとすごく美味しいのイメージがあるね、うん、あるよ ね、 ね、新鮮でね。小高は、うん、すごく海に近いって言ってた。なんか女の子がサーフィンしに来る、うん、思い出したのね、その時の話がね。そうだから、しかも原発も近いだし、でそのテレビでも流れてるしか見てないから、こっちももう本当に想像はそのね、双葉旅館が流れたか。だからなんか向こうフランスで親が死んじゃって、なんかそのずっと彼らに助けるできなかった気持ちが残ってる。最初2週間ぐらい全然電話毎日かけよう、毎日毎時間電話したい電話したいと思っても、うん、その勇気なかった。あの人たちはもし死んだんだったらもうありえない、だからもうかけれない。電話もらった時に嬉しくて、私たち名古屋に避難しちゃったでしょ。ね、渋谷で会った時にすっごい心配してくれたから私たち涙出たよね、うん生きてたって感じだったもんね。みんなね、そうそう、会う人たち生きてた、どこにいたって。で僕らはね、うん、そういうフランス大使館から、うん、みんなにメールが来て、うん、すっごいあの危ない、原発とか危ないだから、フランスがその飛行機代とか出してるから、うんうんうん、もう早めに予約して、もうみんな帰ってフランスに戻りなさい、でも私なんか日本が大好きだから、日本は自分の国に感じるから、なんで私逃げる。もうその好きな相手に何か悪いこと起きたら一緒にいたい。だから私のその時逆にこっち行きたかった、近づきたかった、外に日本が好きで、その日本がその大好きな相手だから、何かあって私逃げるとかかっこ悪いね。トマト、地元がいっぱいトマトあったけどそれ福島さんのトマトか。サウジからの贈り物だよ。ガスね、いただきました、ありがとうございますいらない。あ、持ってきたよ。持っていく？うん、いらない。あ、後ろのドア僕ちゃんと閉めてないよ、うん、向こうから出るから、こっちは鍵閉まない、閉まんないから。ここ仮設住宅何人住んでる？100個。100個で2人と以上と、あれこれね、これシングル用。そっか、これ狭いでしょ。うん、こっちがカップルとか3人とか。いる気なくなった。
ほら、パパいたの。昨日、昆布屋に行ってきて、あ、髪の毛ちゃんと整理してきたんで。そしたら、あ、デートさんから電話あったの。おはよう、パパ。あ、はよう。あ、どうも、いつも。いつも元気でいいこと。あの、あんたたちは、この、興味本位な取材してるって。この、実際、あの、避難して困ってる人たちの、この、心、なでんでなくて表が高から言ってほんのない一番やっぱり地震は災害だからこれは何年かに一遍あることは確かなんこれを災害だけだったら私ら何ぼでもこの生き延び上げてできるんだけどあの目に見えないものの違反あの損害だけはこのどうにも私ら不思議ようも何にもない。でもやっぱり ある程度目に見えないからのほほんとしてこうやって暮らして生活持ってんかと思うんだけど子供たちがうまく育ってくれればそれでいいと思うよ。そうだね。うん。あれはね。ロサンゼルスの方に農園の、日本祭りかなんかに招待されたのかな、うん、ほんで騎馬会の方が相馬歌声の騎馬会の方の人たちが仙台空港に荷物をすっかり持ってって仙台空港に置いたわけ、うん、そしたらそこにちょうど津波が寄せて仙台空港の飛行機も流されながら荷物もすっかり流されてお客さんはその後だからお客さんは流されなかったんだ荷物はお客さんいる先に、うん、太平洋を渡ってハワイ沖あたりまで行ったんでねえかっていうことでほんで旗を作りに来たのこのやっぱり飛行場っていうか保険会社で。しっかりこの保証すんだかなんだかしたもんで、でこの人たちがこの旗を頼みに来て、こうしてそういう話になった。確かにこの海渡ったことだけは確かなんだから。今頃多分ロサンゼルス。ロサンゼルスまでついていくか外気が。ひらひらとね。ほんであの陣山区奈良県の陣山区も一緒に行ったんだから。だから殿様がちゃんとあの前に座れるようになってんねんねがなって。いやあれはほっとしたね。ほっとする。そして犬はまた。犬ぐらいとは思ってたんで正直。犬はまたこの顔見とこの人のよりも自分の顔見とちゃんとこの可愛い顔してそうニコニコっと尻尾振ってくるから。おじさんに餌と水やってねって頼んでおいたんですけどね。うん電力から美味しい餌もらえるからおじさんの餌は食べないっていうなるほどご飯を運んで食ったらこの名前がコロンっていう名前なんだ言うと、うん、帰ってきてみたらゴロン太っちゃった栄養良かったんですよで中は何映ってる中は何映ってる竜ドラゴンだね、今年辰年だからいやいやこの竜っていうのは辰年関係なくの中国と一緒で竜っていうのは天に昇るっていうのは意味があるもんだからだからおめでたいものおめでたい衣装には必ずデザインには竜があると裏にこれをするっていうのはすごいシャレだねそうですね、表にしてる人もいますけどね、うん、裏にやるそうですそうそうおしゃれは裏に来るっていうねこれはもうおしゃれだよサイズはサイズ大丈夫キャラでいいよフリーサイズ、うん、ちょっと開いてみて、うん、わーこれ超かっこいいもうそのまま特許歩きたい祭りじゃなくてねちょうどサイズもいい塩梅だねうんこのぐらいだと馬に乗った時ここ邪魔になんない
こう広がってな。なるほどね。うん。だからこのあお尻のこのライン、こいつも全部の馬に乗るあの羽織を広げるようになってやるから、うん。で、そっか、座っても広げちゃうから座っても邪魔にならないし。うわぁ。だから、寒いだけと寒いでなくて普段にね、あの、昔に着物着たみたいな感じになってなんか、着物着て、ジンバオリ着と、今でもこっから上は侍の格好だわな。ああ、そうだね。うん、下の方は映さねえが。地震はね、あの災害はあのなんていうの、自分では復興できると思って見てる。地震ではだから困ったっていうよりも地震では復興できる、うん、みんなにもそのつもりであの話してっからね、みんな世界の人たちにみんな注目して助けてもらってるもん。うん、けどそれのおかげで今世界中でみんな原発やめようとか、うん、このニュークリアは良くないだから、うんうん、大きな世界にとっても大きなチェンジになる。この日本の問題のおかげだけど、うん、全世界はこれから、ね、人間を守ろうどうしてる、9009人です。仮設住宅や親戚の家など避難先での生活を余儀なくされている人はおよそ34万4千人に上ります。それではここに東日本大震災により犠牲となられた方々に対し追悼の意を表するとともに心からご冥福をお祈りするため1分間の黙祷を捧げます。黙祷。黙祷を終わります。ご着席願います。